顔を売りにしている以外の仕事であれば、この芸能界でだったとしても相関性で感じる年齢や性別で見た目が売りってなると、まあ、営業とかでやっぱり物売りやすいよねとか、程よい2人に質問で、人から目をつけられるのは綺麗だから美人だからと言われることがありますが、40、50代、60代、あるいはもっと高齢者になってもそんなこと関係ありますか？いじめや嫌がらせと顔の良し悪しに相関性はあるとお二人は思われますか？嫉妬されていじめられることはありますよね。まあそうですよね。それはあるでしょうね。40、50、60で見た目が売りってなると、はい、まあ、タレントさんとか役者さんでもない限りはなかなか厳しいと思います。まあそうですね。一般的なお仕事の、いわゆる芸能だったり、顔を売りにしている以外のお仕事であれば、そこに相関性ってあるのかな。だその営業とかでやっぱり物を売りやすいよねとかはあると思うので、プラスアルファだと思うんですけど、ただその顔がいいだけで生きていこうってなると、やっぱり30超えたら厳しいですよね。それ以外のスキルがないと。そうですね。それだけではちょっと難しいでしょうね。実際この芸能界でだったとしても、容姿だけでは絶対にやっていけないっていうところはありますから、ある程度はいけたとしても。なんか元々は容姿だけで行こうとして大失敗してから役者として大失敗するよね。そうなんですか。アピールさんってメンズノンノのモデルでしたよね。はい、俳優さんに行って全然ダメだったんですよ。あの角田博さんじゃなくて、なんだっけ、あのそのどっかのあの監督のところの、はい、あの劇団に入ってめちゃめちゃ仕込まれて、でそこから俳優さんとしてちゃんと出てると思って、あ、戸塚公平さん。そこから俳優としてちゃんとあの修練して実力を貯めて実力派になったっていう。なので、あの阿部寛さんの顔だけではいけなかった。でも役者さんもやっぱり20代だとその若い、可愛い、かっこいいとかできますけど、はい、30代って若い、いやもう、可愛いだけですよね。容姿だけでは何も生まれないですよね。逆に年取ってくると、その容姿で、あれ、武田子直子さん、直人さんって別にかっこいいわけじゃないよねっていう人がやたら売れたりするじゃないですか。バイプレイヤーみたいなポジションの方たちですね。ね、で別にハゲてても気にならないみたいな。だからそういう意味でやっぱり容姿が逆にその40、50、50から上に行くと容姿じゃない部分がむしろプラスになるので、うん、それが味になったりするんで。はい、そうですよね。まさにだから容姿、それぞれの容姿が個性につながっていって、結果的にその自分にしか出せない色になると僕も思っていて、だから僕自身もこの容姿を、まあ中にはこれがすごく美形だって思う人もいれば、いや、あの、バター臭いだの、その、もう、あの、嫌いだの、全然いけてないって思う人もいるわけで、もうそんなのは人それぞれ違いますから、はいはいはい、なんか、あんまりね、その顔がどうこうって気にしなくても、特に40代、50代になっていったらもう、関係ないんじゃないって僕も思いますけどね。だまあ、なので、その、見た目以外のところでちゃんと実力が評価される時代が来るので、その時になれば。そうですね。そうですね。まさに、今、そんな時代ですね。